と癒しの音色をじっくりお届けします。それではお二方よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。
紹介します。明けのとピアノ浅木かなた。はい、ありがとうございます。浅木かなたです。皆さん本当にね、たくさんの方にお集まりいただきました。ちょっと今日はね、あいにくの天気となってしまったんですけども、なんか外から賑やかな音が聞こえてきました。ちょっと ね、いいんですよ、ね、賑やかな音っていうのはすごくね、皆さんこの桜の季節って心躍るじゃないですか。ね、わかります。でもね、ちょっとしたスピーカーのトラブルっていうのがね、無線っていうのが、外からこの音が入ってきてしまってね、スピーカーが、拾ってしまうということが、起きてしまったので、ちょっとね、調整時間をいただきまして、皆様に、きちんとした形で、コンサートをお届けできたらなという思いで、少しだけちょっとね、時間の方をさせていただきましたけども、これからね、たくさん演奏していきたいと思いますので、どうぞね、最後までよろしくお願いいたします。はい、でね、彼女もつけてるマイクもこれワイヤレスなので、向こうに混線してるかもしれないですけどね。向こうに音楽が鳴ってるかもしれない。なんやねんこれ、ちょっとね、ちょっとお得な感じでまあね、はい、ね、2度おいしいよ、まあ、もうね、混線ないのでね、大丈夫だと思います。ここからは洋楽のちょっと、有名な曲を2曲ほど演奏させていただきたいなと思います。私も好きなオドリー・ヘプバーンの映画からムーンリバー、そして、これも1989年の、恐竜の子供向けの映画だったのかな、リトルフットの大冒険から If You Hold On Together、 日本の、ね、ドラマの主題歌にも選ばれてましたけど、ダイアナ・ロスさんの、この曲を2曲続けてお届けしたいと思います。では、今日使う笛で一番低い音、低い男性の声よりももっと低いような音になりますけれどもね、一応これも竹笛、篠笛ですね、お祭りの笛でございます。はい、赤いのは漆が塗ってありますね。Thank you.
しましたね。ここでちょっと簡単な、あ、次ギターですか。あ、ギターいよいよ、そうかギターの間ちょっとセッティングしますけど、 その間も少しどこ行ってもアンケートを取らせていただいて、しのべを、今日初めて来てやったから手挙げて、あ、やらせですか、お、今日初めてなのか、お、いや、9割ぐらい。じゃあ逆に今日は今手挙げていただかなかった方、逆に不要も知ってたよとか手挙げて、あ、でも結構1割、あ、まさかですけど、まさかじゃないけど、まさか吹いてる、吹いてるよって方いました。拍手。お近くこの近所ですかね。大体これぐらいの割合でございます大体ね、ありがとうございます。でも笛の教室の先生もしながらやってるんですけど、日本全国、東京とか大阪とか岐阜県も結構笛吹く方多いんですけども、愛知県もだんだん増えてまして、みんなでやってますのでね、今日はありがとうございます。いやー、一人いらっしゃってよかったです。はい。ね、フルートって言ったら全員ね、フルートを聞いたことあると思います。はい。では次はギターと篠の上で少し元気を聞きたいと思います。じゃあちょっとね。座らせていただいて、座った感じでもね、はい、それでは、ちょっとね、ノリよく今度はとんねくいきたいと思います。はい、この笛を吹く方、大体この曲みんな吹きたくてね、笛を始める方が多いんですけどね、今度は飛んでいくの笛はケーナという同じようなこう竹笛なんですけど、ちょっと横じゃなくて縦の笛を使いますね。それではこの曲はちょっと行きたいと思います。
どね、座ってやったら腹筋をちょっと腹筋の力を借りてですね、もうまあ冬の教室、もともと冬吹き始めたのはですね、音楽とか別に両親がね、普通の一般のサラリーマンのね家庭だし、病気がきっかけなんです。で先ほどたまたまのマイクのねチェックで私もちょっと聞かせていただいたんですけど、その時に心臓のね病気ので、まあ全く健康体の人の方が少ないんじゃないかなと私は自分で思ってる。で私は自分がその病気に小さい頃になってですね、小学校4年生の時に自分で直感で分かったんです。あ、これはこれずっと下手すると入院生活だなって気づいたんです。それでそしたらオカリナが転がってたんです。オカリナ本当嘘みたいなんですけど、オカリナがね家にあったんです。多分父親がの兄弟かな。で吹いたら息つかるじゃないですか。毎日毎日吹いたんです。もう曲とかそういうのじゃないですね。ただ赤線インコが飼ってます。赤線インコ大好きだね。赤線インコの鳴き声に合わせてポン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 吹いてたら痛みがなくなった。これ本当にですね、それで今教室をやってて、生徒さんも私より先輩の年齢の方とあと若い人もいるんですけど、みんなやっぱり何かしらね、本当個体満足で生まれてるんだけど、みんな元気だけど多少やっぱり痛かったり、いろんな生きてればいろいろだと思うんですけど、それで治療法を自分で病院の治療もするんだけど、プラスアルファこう息を出すことですね。これは私が本当にMC では言うつもりなかったんですけど、ついついね、これは言いたいなと思いますね。ぜひということで皆さんちょっと深い呼吸をちょっとやってみましょうか。じゃあピアノに戻っていただいて、もうギター最後ね、ギター曲ありがとうございます。ちょっと上の呼吸皆さんやっていただいて、椅子の上でできるですね、足をですね、これ教室で普段やってるんですけど、握り拳1個分開けるのがポイントです。で、呼吸は皆さんどうしても最初吸うことが吸う方をね一生懸命やろうとしちゃうんだけど、吸うことは考えなくていいです。吐くことだけ考えます。これからの毎日、今日から吐くことだけ考えて、ほんと吸うことはね、たくさん吐ける、そうです、たくさん吐ければ勝手に入ってきます。ほんとそうです、ね、なのでちょっとそれからもう一個ポイント、吐くのが口を尖らせないで、はーって声出してみてください。はー、そう、子供ちゃんもねえから、はー、そうです、このはーって言ってる時の口の形で息を目いっぱい吐きます。で、もしちょっとね前後のあれですけど、少し前にこう傾けれる方はですね、吐きながら少し体を曲げていきます。はい、じゃあいきます。鼻から、もしできれば鼻からか口から吸ってはーと吐きます。はい、スタート。そうで、自分の長さでいいです。もう全部吐き切ってください。吐き切った人からゆったりもう一回吸い込んで、何回かこれやってみてください。全員違うタイミングで結構です。はい、それぞれこれを5回ぐらいやってください。あとね、二酸化炭素に充満した部屋がねえ、でもうみんなで酸素あとここに全部置いて帰ってきた。このハーと吐くの、これがですね、笛を吹いてる時と同じ状況が起きてます。ぜひ毎日ね、鼻から吸う、口からで、だんだんこれやるとですね、上手にうまく やれる方はだんだんあくびが出てきます。多分この後の演奏でまた癒し系やりますので、あくびや涙が出てきたり、くしゃみが出たりですね、体の肯定反応がいろいろ起きるかもしれませんけども、楽しんでください。その後体が次の日からすごく元気に、体が楽になりますのでね、ぜひ私の経験ですのでね、これ活源呼吸と言います。活源、生きる源の野口先生という方いらっしゃいます。生態の先生でね、野口先生でまたインターネットで見ていただくと、はい、ありがとうございます。じゃあ二酸化炭素いっぱいのところで ね、やっぱ健康が一番。はい、では笛のソロいきますね。
後ろの方のお客様もね、本当のマイクを使わない竹笛の音も楽しんでいただけたら、歌を歌える方は一緒に歌っていただくと、そうするんですね。素晴らしかったですね、ソロ。お客様の楽団と一緒に歌ってた、ね、皆さん歌がね、今ね、歌えない子増えてきてますよ、1番を歌えても2番を歌えないですよね、なかなか ね意味がわからないって人いますからね、まあ、あの筒がなしやともがきとかね、うさぎ美味しい、あ、うさぎ、2番、1番ね、そうね、いやだから2番ね、いかにいます父は、ね、筒がなしやともがき、これなかなかね、どういう意味なんだろうってね、つつがなしやって、皆さん多分知ってる方知ってらっしゃるんですよ ね本当にね、心の歌なんで、総集譜もそうですね、この歌も、歌えなくなってきてる、世代も増えてきてますけどもね、新元号がもうすぐ目の前にやってきました、私たち昭和ね、生まれの方ばっかりだと思います。大正生まれの方いらっしゃいますか、ね、多分いないですね、
そう、新しい言語になると私たちまるで大正生まれみたいな世代になりますね。3世代前ですね。ね、そう、平成生まれがもう過去のものになります。ね、びっくりですよね。ね、そんな時にね、おそらく平成最後の忍び絵でこの曲が聴けたことはすごく、貴重だったのかなと私は思いますけども、いや、じゃあね、本当はねちょっとねいろいろとやりたかったんですけども、ちょっと、ね、時間の都合も、ね、ありますので、いろいろとセットリストを組み替えながら、その場その場で、やっております。で、ちょっと紹介し忘れましたけども、1曲目はね、赤ちゃんの即興で、2曲目は私たちのユニットのオリジナルの、愛しの音、風変わる道という曲をお届けしました。で、3曲目がムーンリバー、4曲目、If You Hold On Together、 5曲目が、さっきやったコンドルは飛んでいく、エルパソコンドルで、ふるさととなった送信をお届けしまして、じゃあここから何やりましょうか。そうですね、入ってない。でやっぱり生音がね、あれですけどね、またあの、はい、それでは次は日本のポップスですね。こちらの方がやっぱりあのテレビのねで流れてきた紅白歌合戦という番組もありますので、昭和の歌姫の名曲ですね、あの美空ひばりさんの川の流れのようにを演奏したいと思います。Thank you.
次は、そうですね、こちらも春になると、この前の 3.11 ですね、東北の大震災秋の、テーマ曲というとすごく私はあんまり好きじゃないんですけれども、この歌を聴くとね、やっぱり同じ日本で起きたことなんだなっていうすごく思い出しますね。思い出すだけでも何かこれからの私たちの毎日の生き方がちょっと変わるのかなと思います。はい、それでは、花は咲く演奏したいと思います。健康でね、元気でいい毎日がということで、祈りも込めて松尾由美さんの、春よ来い演奏してまいりたいと思います。Thank you.
朱肉の種ですかね。赤で忍びで検索すると、あの笛の吹き方の動画とかもいろいろ載せてますので、ぜひ皆さん一緒に笛吹きにあの始めていただけると体が良いです。はい。それでは最後、ちょっと賑やかね、どうしようかな。じゃあ最後、元気に。皆さんね、結構歌える方多いんじゃないですか。ハードのウラーラーのでございます。それでは手拍子いただいてもいいかな、この曲。